クスカアリーナは、ロシアモスクワのジル工場跡地に建設され、2015年4月26日に、完成した、多目的アリーナ。最寄り駅は、モスクワ中央環状線、ジル駅及び、モスクワ地下鉄ザ・モスクボレーツカや線のアフトザボツカや、駅である。アイスホッケークラブ、ディナモモスクワは2013年、新アリーナの建設を計画。当時のは、 レジェンズアリーナであった。2015年4月に完成し、アイスホッケーの他に、バスケットボールのチェスカ・モスクワの試合でも一部、使用されている。最大1万4000人収容で、2016年には、インホフアイスホッケー世界選手権の決勝会場として使用された。2018年8月、施設名がクスカ・アリーナに改称され、シーズン2018、 19からアイスホッケークラブ HC チェスカモスクワのホームゲームが開催されている。ディナモモスクワは建設中の BTV アレーナが完成するまで一時的にモスクワ市内のメガスポルトに移転し、2019年1月から BTV アレーナを本拠地としている。一方、 HC スパルタクモスクワモクスカアリーナを本拠地としており、現在、クスカとスパルタクの2クラブが会場をシェアする状態となっている。ありがとうございます。